演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらネスレドルチェグストのコーヒーをまたいろいろ買ってきましたので、こちらを飲んでいきたいと思います。この4種類ですね。まずはこちらのオリジナルブレンドから飲んでいきたいと思います。他のフレーバーも追って紹介していきますよ。それではもう今回はすでに1杯目は入れてあります。まあ、こういうのはスピード命ですからね。では飲んでみます。多分これがベースなんだろうな。先日のリッチブレンドはこれをもう全般的に引き上げた感じなんだろうな。続きましてはこちらコロンビア。これだけなんか必要な水の量が明らかに少ないんですよね。量よりも香り風味を楽しんでくださいということなのでしょうか。では楽しませてもらいましょう。飲んでみます。これの上位種がモカブレンド、それともモカブレンドと下がこれ、ウエステで考えるのおかしいな。続きましてはこちらのラテマキアート飲んでみたいと思います。マキアートは今までキャラメルとか飲んだ感じですけど、普通のコーヒーのやつは初めてなんですよね。では飲んでみたいと思います。カフェオレ、ホワイトフラットよりもミルク感が強い感じがしますね。いや、ホワイトフラットが並んでるかな。でも泡から感じてるという違いがありますねこれ。はい、ラストはこちらおうちスタバライトノートブレンド。ライト軽い、ちょっと軽めの端ったものですね。見た目はあまり変わらないんですね。では飲んでみます。さすがスターバックスのコーヒー専門店だけあって一味違いますね。もっといろいろ飲みたい。最初のオリジナルブレンドはその名前の通り全てのコーヒーの基準とも言えるような、そんな風に上にも行ってないが下にも行っていないような平均的な味でしたね。まあ、平均的だとちょっとおかしいですけど、とにかく初心者はこれでというのが伝わってくるようなそんな感じがしました。味としては本当に苦くはないが、かといって酸味が強いわけでもない。本当にただコーヒーを楽しむだけといった感じです。ただっていう言い方もおかしいな。まず最初からこれから行ってみるかいいのかなという部分ではありましたので、こちらのテストとさせていただきます。点数も平均的ですね。そして2つ目のコロンビア、これはどちらかというと酸味が強くて、以前のモカブレンドに近いですね。でもモカブレンドとはまた違ったような、そんな感じもしました。モカブレンドがちょっと平均的な量まで入れるのだ。これは少量で香りを楽しみたい方向けと言えるでしょう、ね、酸味がしっかり効いてない、そういうのが好きな方にはおすすめですが、苦手な方はちょっとかもしれませんので、ちょっと好みが分かれるという意味でこちらの点数とさせていただきます。そして続いてはこちらのキャラメルマキアート。これはキャラメルじゃないわ、ただのマキアート。普通のマキアートはミルクの甘さがしっかり効いていて、ちょっとお湯が足りなかったかもしれませんが、これだから特に失礼ですね。でもカフェオレとはまた違ったような、そんな感じがありました。甘めのミルクなので、カフェオレよりも甘くさを感じたい方にはこちらの手です。以前飲んだフライトホワットがどちらかというと混ざった甘さを感じたいなら、これは泡の青さを感じたい人向けと言えるでしょうね。そういう意味で今回の中でちょっと光ってた部分がありましたので、こちらのテストとさせていただきます。そしてこちらのライトスターバックスライトノートブレンドはやっぱりスターバックスのコーヒーということもあってか、先ほどのオリジナルブレンドやモカブレンドとはまた違ったコクがありましたね。でそのコクを感じたい方にはとてもおすすめできます。本当に飲んだ瞬間に味の深みが口の中に広がってくるような、そんな感じがしました。なのでその深みはとっても好みでしたので、こちらの点数とさせていただきます。以前飲んだ種類に負けず劣らず美味しかったです。というわけでまたネスレドルチェグストでいろいろ飲んでみましたが、まだ種類があるんですよね。でも家の近くで、あまり見つけられないので、しっかりと機会を逃さず買ってみたいと思います。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞庭園。